はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます、久木本です。この日ですね、2024年の3月30日です。福岡の春日、県営春日公園にね、行ってる動画になりますけどね。だいたい3月のね、25日ぐらいなのにだいたい桜満開になるんですけどね、まあ、今年とにかく遅くてね、うちもね、旅館やってるんだけども、3月25日頃入るお客さんにはね、みんな桜満開ですよ、楽しみにしてくださいねってね言ってるんだけど、まあ、日本人ならまだしもね、外人の方にもね、たくさんそういう風にね言ってるんで、本当に申し訳ないなという感じですね。で、まあ4月のね、それが2日の日が満開予想なんですね。これ本当かいなと思ってね、春日公園、まあ家から5分ぐらいなんですけどね、ちょっと見に行こうということでね、カメラを持って出かけたという動画です。ものすごく多いですね、この土曜日ね、家族連れたくさんね、来てます。で、桜のね、たくさんのこの調整池の方来たんだけども、これね、どう見てもね、これも一分咲きかなというね、二分まで行ってるみたいなね、そのくらいのね、咲いてる感じでしたけどね。まあどうですか、これ。行けますかね、あと3日で満開ね。という感じですね。まあ入学式にはちょうどいい感じでしょうかね。どうもご視聴ありがとうございました。